こんにちは、スリーです。どうも、バッシュです。はい、今回もですね、バッシーさんと、いただいた質問をね、一緒にお答えしていこうと思います。はい、今回の質問はですね、ストロークが安定しないっていうね、まあ多分ほとんどの人がね、経験したね、悩みじゃないでしょうか。バッシーさんはどうですか？安定しないですね。安定してるとは言えないです。安定しない。はい、やっぱりね。安定しない理由は何なんですか？そうですね。やっぱり準備が遅くて打てないとか。当たり障りのないことまあ、間に合ってないとかね、やっぱ。普通ですね。いや、普通でしょう。だってもうタイミングが合ってないから打てないんですから、安定しないんですから。合わせに行ったりじゃないですいや、合わせたいんですよ。か。合わせようとしたりじゃないですか。いや、しますよ。じゃあ、するけど失敗するんですよ。本当に合わせようとしてます、それ。いや、それが、はい。いや、できてないんでしょうね、もちろうん、できない。ん。まあ、じゃあ私はたまにバッシーさんテニス見るんで、わかるんですけど、やろうとは多分してないと思うんです。いいボール打とうとしてるんです。おお、わかります？すごい切り口ですね。いやいや、安定しようとして打ってるようには見えないんです。これもしかしたらバッシーさんだけじゃなくて、結構多くの方に当てはまるのが、なんか速いボール打とうとかね、強いボール打とうとして、今言ったみたいに準備を早くしようとかね、しっかりミートしようって思ってるようには見えないんです。わかります？どうですか？ね、そうでしいや、あょ。りますよね。だから安定したいんだったら、今言ったように早くボールの後ろに入って、ちゃんとスイートスポットで捉えたいんです。そうですよ。なのに、いいボール打とうと思って、こうシャンってこうね、振りすぎて、で、ね、タイミング早すぎたりとそうでしか。ょ？だからそもそもの考え方的に、安定したいボールを打ちたかったら、心の底から安定しようとした心がけをしないといけないんです。説教みたいな。説教みたいな感じですね。そうっすね。絶叫部屋。偶 の音も出ないみたいほんな感まじですにけど、ね。心当たりはどうですか？言われたらそうしてね、思うところもあれば、そうじゃあ確かに。ただただね、強く打ちたいとかいうね、思いっきり振りたいとかいう心だけで、やっぱストロークなんか特になんか力強く振りたいとか、なんでストロークそんな強く打ちたいんいですや、か多ね？いんじゃないですかね、結構、多そういいうです、人多いです、を多い思でうす、多いです。と。だからよくクラスアップしたい生徒さんがコーチに自分をアピールするときに強いそボうール打ってくそるんですうよ。そう。すごいバーンって思いっきり打ってきて、あで、それを見てね、私たちコーチはね、評価にならないんです、はっきり言って。速いボールは評価じゃないんです。荒いな、なんです、それって。難しいですね、全然、本当ね。確かに。何が難しいんですいや、なんかそこがね、本当。何が難しい。なんか速さも見せないかんのかなとか思うと生ころ徒さん的と、な気持ちそうは、そうそう。全然全然。もう、ほん早い。で、当てに行ったらね、当てに行ったらおかしいですけど、ね、確実なスイングで行くと、もっと強くみたいなところも、ね、言われたりとかあったりまあ、それはね。状況によっては速いボール打った方がいいと思うんですけど、その価値観をまず変えないといけないんです。速いボールは価値、本当にまあ、それがリラックスして、ね、当たり前みたいに打てるんだといいんですよ。でも明らかに力んで打って、速いボール打ったところで、でこっも、ちは、荒いなしか思わないんです。それが原因でレベルアップできないって判断することもあります。まだ分かってないな。だからこの上のクラスは無理だになるんです。なるほど。本当に本当に。ただただ強く打ってるだけで、そなうんです。か、スピード出せば上がれるとか、勘違いするのは多いと思いますね、結言い方構。きついですけど、その考えじゃまだまだなんです。わかります。もうそれを良しとしてる間は上がれないんです。だから上がれないんです。ごめんなさい。上そうがね。れないんです。口が滑るよもうね、すごい一言言われますけどね、いや、本で当にもね、多いと上思がうれんないでんですす。よ。でも多いと思なんいます。か、確かにその勘違いは本当多いと思いますわ。まあね、まあまあ、わからなくはないんですけど、それもそうですだから、一つはね、皆さん全員がそうとは限らないですけど、一つは、いいボールを打とうとして、ね、不安定になってると。
だから安定したんだったら本当に安定させることにフォーカスしてテニスしないといけないですよ。だから逆に安定性を高める方が上がりやすいってことですよね、うん、言うたら。まあそうとも限らないですけどね、その方が。いやいや、クラスによりますからね、それはね。だからバッシーさんのクラスだったらそうですね、初級クラスから中級クラス上がるんだったら安定感の方が欲しいですね。欲しい。でも中級から上級とかだったらまだちょっと変わってくることもあると思うんで、まあそれなりにね、うん、やっぱ、うん、だから人によりますね。ああ、まあそうですね、クラスにもよりますわね、うん、だからストロークの安定をできないっていうのも、もうそのクラスというか、ね、そこの実力によって変わってきますよ、ね、だからプロが僕はストローク安定しないんだよっていうのはバッシーさんとは違う悩みで安定しない、まあ、それと比べたらおかしいですけどみんなそうなんですけど、で一つは私はバッシーさんをね、まあたまにですけど見るときに思うのは、まあそういうのだろうだし、そういう人は結構多いんじゃないのかなというのが一つ。そうですね。うん、でもう一つはこれはまた別だと思うんですけど、安定ストロークを安定、うん、ストロークを安定っていうのはね、まあもう一つ言うのは弾道が安定なんです。わかります。ネットより例えばラケット2本ぐらいの高さを1メーター上通せとか、そう、それは ね、何回も同じだけできるのも安定なんです。あ、そうですよね、うん。同じところに打ち続けるってことですね。それも安定なんで。同じ当て方をしないと同じところ通らないってことですよね。言ったら安定した弾道を打ち続けれるのも実力なんで、まあそれはもしかしたらちょっと上のクラスになるのかもしれないですけど、それを心がけるとあまりこう速さとか打ち方よりかは狙うっていう解釈ですね。ネットの狙うって解釈、うん、そうですね。うん、あんまり、うん、あ意識してないと。まあかなりはなかったでしょ今の発想は。そこまで意識してないですよね。ラッキーですね。え？これで今度レッスン。コントロール重視ってね。いやでもやってみてください。一応バッシーさんの担当コーチにアピールするときに速さじゃなくて同じ弾道で打ち続ける。これは明らかなアピールポイントです。ああ。そういうの見てますから。なるほど。高かったり低かったり、なんか速かったり遅かったり、もうバラバラで、かつ狙ってるんじゃなくて、本当になんか打つたびに、いろんな打点で打てたら、不安定に見えるんです。それ同じ打ち、ね、フォームに近い状態で、同じ弾道を通してたらうまく見えるんです、はい。これがストロークの安定としてのレベルが高いですね。はい。この目指すと、そうですね。ああ、バシーさん、安定してきたって、思われやすいかもしれないですね、こういうの。そうですね。うん。なるほど。なるほど。なるほど。あ、その安定性をね、はい、持つためにね、うん、どう心がけるかですよね、だから。うん、まあでも意外にね、ネットのあの辺狙い続けようと思ったら、うん、おのずとボールより速く下がったり、打点をね、統一しないと狙えないって分かってくるんで、そうそうね、打点の統一ですよね、だから、うん、本当にね、うん、なんでしょうね。なんか価値観です。速さじゃない。うん。同じ弾道で打ち続けれる安定っていうのをやるとだいぶね世界が変わってくると思うんで、そうですね、一回ちょっとやってみてください。はい、心がけて意識ね。そうですね、意識ね、まずね、ちょっと回、ね、そういう意識を持ってね、うん、やると安定したストロークね、そうですね、なると思うんで、安定した立ち位置に立つにはっていうとですよね、だからそうですね、それを打つためにの前段階ですよね。そ う, そ う, そ う, そうだから目標があって、そうですね、うん、目標があってそこを達成するためには早く準備とかね、そこにつながってくるんで、そうですね、うん、だからやり、うん、何が足りないかは分かってたと思うんですよ最初に。でもそれを成し遂げる目標っていうのが多分速いボールとかになってたんで、それを変えてあげる。そうですね、あとはもう個々の悩みになると思うんですけど、本当 ね, そうね、距離感とかね、そうそうそう、ボールがね、うん、意外に深いって、うん、わーって下がらなあかんとか、うん、こうそこなんですよね。そこはね、多分同じ弾道で打つことを狙ってたら、うん、まあおのずと見えてくると思うんで、ね、まあちょっと難しいと思うんですけどね。難しいですね。うん、まあ一回バッシーさんもやってみてください。僕は本当によく言われるのが準備が遅いなんで、弾んでから振り出すところがあるんでね。なっちゃいます。はい。まあだからそれそういうテイクバックをしとけ。ね、はいはい、はい、うん、言われます。まあそうそう、一つね、準備を早めるためにはもう引いとけみたいなところはよく言われたりね、うん、でしょ、それをするんですけど、うん、なんかこう
跳ねてから売っちゃうんですね。バッとこう、うん、それは多分価値観があれだからです、うん、早いボールとかになってるからね。だからこの価値観を変えることによってストロークが安定するということなんで、ぜひね、あなたもこの言葉をね、ちょっと頭に入れて練習してみてください。 それでは以上でこの動画を終了します。またよろしくお願いします。では失礼します。